こんばんは、おばちゃんです。修学館のダンバラン監督はね、続投宣言したんだって。今目の前に山積みにしていることに全力で取り組んでいきたいっていうふうにね、述べてるらしいんだけども、で、あのね、ガルセさんのね、ツイッターで修学館の、まあ、乱暴事件だけど、修学館のね、OB から乱暴はね、日常茶飯事だったんだって。そういうね、ダイエットメッセージがね、ものすごく寄せられてるんだよ。教師とコーチの名前もね、複数上がってんだって。で、ガラスさんがね、まあ、情報提供者が OB であることはもう確認してんだって。で、そのね、まあ、どうでしょう、こんなのしょっちゅうじゃんっていう声あるのにもかかわらず続投？それでね、ダンバラあの監督、事件後にね、朝礼で乱暴動画を撮影した席だね。お前らは加害者で、仲間の弁護士に訴えるぜ、完全な被害者俺だけとね、コメントしているのも認めたのよ。でも続投なのよ。あの、え、どうすればやめてくれんの？もうみんなそれ思ってるでしょ、ぶっちゃけね。ぶっちゃけちゃうと、どうせはやめてくれんのよ。だってこんな、狭い世界の閉鎖的な中で起こってて、これを突破するには、ねえ、あなたは必要ない。てか、いちゃいけないんじゃないかなと、ばちゃん。ごめんなさいね。何も知らないのに、横から言って。でも、ねえ、その状況から今トップでしょ、責任取らな。おばちゃん思うんだけど、この人がダメだと思う最大の理由ね、一般社会でさ、働いてる人とかだって分かるでしょ、やめなきゃいけないじゃん。これだけのことを起こして、で、その時の責任者でしょ、関係ないとは言えないと思うのよ。で、自分が被害者だっていう、なんで、そのさ、動画を上げてこういう告発してくれた、しかも生徒さんよ、若いさ、なんか男の子たちにさ、ねえ、そんなことしでかしちゃったらさ、土下座なんかしてももう間に合わないでしょ、やめなきゃって普通思うじゃない。続投っていう風にさ、ね、なんていうの、あのジョブチェンジできないってことでしょ。どうしたらやめてくれるんだろう、何みんなで石投げるため、なんでもないです。いや、気づくよ、本当にこれがわからないっていうのは本当に閉鎖的な社会なんじゃないかなと、世界なんじゃないかなと思うんだけど、思っちゃう。でもわからないと、ってかわからないと思う。だからね、おばちゃん解決策考えたのよ。七夕の日にさ、短冊にみんなで、折り星とさ、彦星がさ、まあ今パコって大変な時だと思うのよ。そこでちょっとお願いします。わからん菌がいるんですよってね、書くしか方法ないと思う。解決策はね、短冊にね、やめてくれるようにっていう。てか本当に、どうしたらやめてくれんの？私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。